クサビブは人の脳にある後頭葉の一部である。大脳内側面後部、頭頂後頭鉱より後ろ、鳥巨鉱より上の領域。クサビブは反対側の網膜の上側から視覚情報の入力を受けており、視野の下側を表現している。この領域は初期の視覚処理に関与している領域として知られている。クサビブの衰退細胞は外線上皮質へと投射している。 くさび部からの投射を受けた外洗浄皮質で起きる中間レベルの視覚処理は注意やワーキングメモリー、報酬予測などのような網膜情報以外の情報による調節を受ける。古くから知られている初期の視覚処理が行われる場所という役割の他にくさび部の開発室の体積は双極性うつ病患者における抑制的制御の能力と関連があるとされている。また、 土博依存症の人間は、対象群と比較して、クサビ部を含めた、排属皮質資格炉の活動が高いとされている。ありがとうございます。